放射状剣雲放射状雲とは、平行に並んでいる細長い帯状の雲が、地上から観測することで遠近法により放射状に、並んで見えるもの。剣雲、鉱石雲、鉱層雲、層石雲、石雲に現れる。雲形分類では、雲界の配列による分類にあたる変種の一つ。学術名ロディオタスは、ラテン語で、放射しているという意味があり、これにちなんで名付けられた。 放射状検雲・放射状降積雲・放射状積雲上空から、例えば地表からの高度が数十数万キロメートルの人工衛星から見て、平行に並ぶ細長い雲列があるとする。これを地上から見ると、空の端の1点、または2点から放射状に並ぶ細長い雲列に見える。これは、雲と観測者の位置関係の違いによって起こる。上空では観測者と雲の距離は、 雲列のどの地点を取ってみてもほとんど同じなので同じくらいの大きさに見える。しかし、地上では観測者に近い雲との距離と遠い雲との距離は大きな差があるので近い雲は大きく、遠い雲は小さく見える遠近法の原理により放射状に見える。ただし、もともと上空から見ても平行ではない放射状の雲列を含めることもある。これは 地上の1地点から観測しただけでは、本当は平行か放射状か判断するのが難しいためであり、2地点、または3地点から観測すると判断可能になる。トランスバースラインやシーラスストリークなどのジェット圏運では、かなりの高確率で出現する雲編集。高積雲や積雲など他の雲種で出現した場合も、含め、悪天候が近い時に出現する雲である。また、 何十本もの筋状の雲が放射状になった姿は不気味で地震の前兆である地震雲ではないかと言われることも多い。ただ、気象性の雲として説明できる場合も多い。波状雲と似たところが多いが平行か放射状かという見かけ状の並びで区別し、それ以外に大差はない。ありがとうございます。